マンスリー県政ニュースワイド特集では、県内で初めて開かれた日米草の根交流サミットについて紹介。また7月から始まった使用済み天ぷら油の回収実証事業についてゲストを迎えてお伝えします。マンスリー県政ニュースワイド、県政の動きと県政の重要なポイントを分かりやすくお伝えします。こんばんは、笠野由美です。では早速この1ヶ月の県政の動きを短くまとめてご覧いただきましょう。日本時間の明日27日にフランスで開幕するパリオリンピックのフェンシング競技で日本代表に内定した和歌山市出身の東世良選手が1日県庁を訪れ、岸本知事に大会での活躍を誓いました。東選手は24歳、和歌山市出身で県立和歌山北高校から日本体育大学に進み、現在は東京の共同カイテック株式会社に所属しています。東選手は個人団体ともに金メダルを目指したいと意気込みを語り、岸本知事は挑戦することの素晴らしさを試合を通じて和歌山の子どもたちに見せてあげてほしいと激励しました。県の産業振興や地域活性化に活用してもらおうと、イオンのグループ会社イオンリテールとダイエーから県にご当地電子マネーの利用金額の一部として237万円余りが寄付され、5日、岸本知事から感謝状が贈られました。イオンリテールとダイエーは、平成26年から全国のイオンなどで使える利用金額の 0.1% を県に寄付する電子マネー、紀の国和歌山ワオンを発行していて、累計の寄付額は2000万円余りとなりました。この日はこのほか利用金額の 0.1% を県世界遺産協議会に寄付し、学習支援や保全活動に活用してもらう新たなご当地電子マネー、世界遺産高野山熊野和音がお披露目されました。平成16年7月に世界遺産に登録された紀伊山地の霊場と参詣道の登録20周年を記念した県や JR 西日本などによる観光キャンペーン、聖地リゾート和歌山キャンペーンのオープニングイベントが6日、特急くろしおが停車する大阪市の JR 新大阪駅で行われました。出発式では岸本知事が、和歌山のいろんな聖地、観光地が多くの人でにぎわうことを祈っていると挨拶しました。この日は貸切のツアー客を乗せた JR 紀勢線の特急列車パンダクロッショーが新大阪駅に到着し、関係者によるテープカットでキャンペーンのオープニングを祝いました。このキャンペーンは今年12月中旬まで行われます。白浜町の南紀白浜空港の愛称が熊野白浜リゾート空港に決まったことを記念する式典が6日現地で開かれました。県では紀伊山地の霊場と参詣道の世界遺産登録20周年を契機に、南紀白浜空港と世界遺産の認知度を高めようと愛称を決定。まず主催者の岸本知事が、今後この空港を利用してお客様が熊野の方に行かれるきっかけにしていきたいと挨拶しました。またこの愛称を命名したことを記念して、世界的デザイナーの越野純子さんがデザインした長飯店が披露され、続いて看板の除幕も行われ、愛称の決定を祝いました。お伝えしました紀伊山地の霊場と参詣道の世界遺産登録20周年を記念した観光キャンペーン、聖地リゾート和歌山キャンペーンの特設サイトが開設されています。世界遺産社寺などでの関連記念イベントやウォークイベントなど、県内各地で予定されているさまざまなイベントの情報が掲載されていますので、チェックしてみてください。さあ続いてはマンスリーピックアップです。こちらも世界遺産登録20周年に関連した話題です。
さまざまな分野の専門家などが集い、1200年後の世界を考えようという高野山会議2024が今年も高野町の高野山で開催され、紀伊山地の霊場と参詣道の世界遺産登録20周年を記念したシンポジウムが行われました。高野山会議は東京大学先端科学技術研究センターが中心となって連携協定を結んでいる高野山真言宗総本山金剛峯寺や高野町高野山大学県などとともに、科学や芸術、哲学、宗教など多様な分野の専門家らが集まり、1200年後の世界を考えようと令和3年から毎年高野町で開いている会議です。今年の高野山会議では、紀伊山地の霊場と参詣道の世界遺産登録20周年を記念したシンポジウムが高野山大学で開催されました。シンポジウムでは最初にオープニングトークがあり、岸本知事から世界遺産登録20周年を契機として観光産業を盛り上げることや世界遺産を次世代に継承するための取り組み紹介がありました。次に東京大学の神崎良平名誉教授などが、紀伊山地に育まれた精神性と自然から世界に伝えることをテーマに登壇し、紀伊山地に育まれた精神性を踏まえながら命や他人の幸福を願うという利他の心の大切さを世界に伝えることの意義などについて説明しました。また高野山大学の松永純慶副学長は、空海は目に見えない関係性を大切にしていた、物事を頭ではなく体感で理解してほしいと話し、参加した人たちはメモを取るなど熱心に聞き入っていました。マンスリーピックアップでした。続いては特集です。県政のここが大事です。年齢や性別、職業などに関係なく、日本とアメリカの国民一人一人が互いに心を通わせ、理解し合い、友情を深め合おうという日米草の根交流サミット2024和歌山大会が7月10日から5日間にわたって開かれました。1991年平成3年に始まったこの大会、和歌山県での開催は初めてでした。今回このオープニング式典などセレモニーの司会を私が担当させていただきまして、そして参加者の皆さんの活動も取材してまいりました。7月10日和歌山市の県民文化会館で第31回日米草の根交流サミット和歌山大会のオープニング式典が開かれました。式典では日米草の根交流サミット和歌山大会実行委員会の橋畑会長、和歌山県の下副知事が歓迎の挨拶をしました。サミットの参加者はアメリカから来日した小学生から80歳代まで幅広い年代の75人、県内各地のボランティアの家庭にホームステイして県民と交流します。式典ではこのサミットを主催している公益財団法人ジョン万次郎ホイットフィールド記念国際草の根交流センターの石川理事長や、江戸時代末期に日本に来航したアメリカ海軍ペリー提督の子孫マシュー・カリブレイス・ペリーさんも訪れ、和歌山県でのサミットの開催を歓迎しました。ペリー提督が来航する前、太平洋で遭難した土佐出身のジョン万次郎と、万次郎を助けた捕鯨船のホイットフィールド船長の出会いがありました。この2人の出会いを原点に、国際草の根交流センターが設立されました。オープニング式典のハイライトは、ジョン万次郎とホイットフィールド船長の子孫による地球儀の受け渡し、平和への願いと海を越えた交流の継続を誓いました。串本町大島にあります日米修好記念館にやってまいりました。日米草の根交流サミットに参加している人たちがこの後こちらを訪れます。
日米修好記念館はペリー提督の来航より62年早く1791年に2隻のアメリカ商船が大島を訪れていたという歴史的な事実を紹介する施設です。サミット参加者の75人は県内8つの地域に分かれて3泊4日のホームステイをします。それぞれ観光施設や企業を訪問したり、日本や和歌山の文化を理解する体験プログラムが行われました。串本町を訪れたのは7家族9人で、この中にはペリー提督の子孫オリバー・ペリーさんがいました。オープニング式典でスピーチをしたのが父親のマシューさんで、オリバーさんは6代目の子孫ということです。このサミットにはこれまで参加したことはあるんですか？No, this is my first year. The people are just as beautiful. I mean, just very friendly and very welcoming. And very curious about the history. My dad has been, he's been coming for 15 years. So, no, I very much would like to continue it on, have my daughter continue it on. It's really great.一行はこの後、同じく串本町大島にあるトルコ軍艦遭難慰霊碑とトルコ記念館を訪れました。1890年、明治23年に大島沖で遭難、沈没したトルコ軍艦エルトゥールル号。大島の人たちが救助活動に取り組み、580人余りの乗組員のうち69人を助けました。この事故をきっかけに日本とトルコの友好関係が続いています。この史実についてほとんどの人が初めて知ったということで、熱心に展示物を見学していました。この日夕方には串本町文化センターでサミット参加者とホームステイ先となるホストファミリーの皆さんが対面しました。元教員で生徒を連れて海外でホームステイをしたことがあるという西畑さんにお話を聞きました。いろいろと教えてもらうこといっぱいあったし、はい、またこれからもいっぱい学ぶことあるんで楽しみにしています。そうですか。ワイフがそのティーセレモニーやってるんで、だからグリーンティーでフルオブバイタミン C で、なるほど。そう、元気もらったらと思いますね。あ、そうですか。Tea ceremony. Do you like tea? And cooking and just enjoying nature in this area. サミット最終日の7月14日、和歌山市のホテルで閉会のセレモニーが行われ、岸本知事が今後のさらなる交流をと参加者に呼びかけました。このあと8つの地域に分かれて行われた活動が報告されました。観光地や地域の学校を訪問したことや日本文化の体験、ホストファミリーとの交流など、それぞれの3泊4日を振り返りました。セレモニー終了後、ホストファミリーを含めた参加者同士の交流の場が持たれました。会場には和歌山市の紀州東照宮の大祭若祭りで奉納される獅子が登場。獅子に頭を噛まれると幸運が訪れるという言い伝えが紹介されました。また和歌山市の紀州踊り保存会の人たちがぶんなら節を紹介し、参加者も加わって踊りを楽しみました。今回の日米草の根交流サミットなんですが、改めましてこの狙いや特徴などについて教えていただけますか？はい、今回和歌山大会でちょうど31回を迎えました。日本とアメリカを結ぶものっていうのは本当にいろいろあると思うんですが、それが草の根となるとどうなのかなと、ですから一般の住民レベルにまで裾野を広げてですね、交流をしていこうという狙いがそこにありました。まあ、本当にこう情報でもグローバル化がどんどん進んでいる時ですけれども、しかし一般の人たちが何を考えて、どう相手のことを考えているなんてなかなかわからないですよね。まあ、ですからこれ一度に全部というわけにいかないでしょうけれども、都市を選んで、で相互に
交流をするというですね、誠に気の長い話ではありますけれども、確実によく分かり合える方法をとって草の根交流が始まったと、こういうふうに言えるんじゃないでしょうか。皆さんおっしゃられたのが、とにかく和歌山のそのホスピタリティが本当に素晴らしかった、八つの地域ですけれども、それぞれのあの地域の良さ、特に歴史であるとか、あるいはこう風景であるとか、全てが素晴らしかった、で食べ物が美味しかったって言ってました。今回の草の根サミットは和歌山県で初めてなんですけれども、今後このことで期待されることといいますと。そうですね、あのアメリカから参加いただいた参加者の皆様と、今回その方々を受け入れていただいた日本側のホストファミリーはじめ地域の方々との交流が今後も継続していただけたらなと願っております。特にあの若い世代の方々には、今回あの国際交流を経験したことで国際社会等にあの目を向けていただくいい機会になっていただけたらなと思っております。このサミットは日本とアメリカ交互で行われるそうなんですが、来年はそうするとアメリカですね。そうなんです、来年はアメリカのサンフランシスコで開催されることが決まりました、はい、アメリカ人のご家庭に滞在できるなかなか珍しい機会ですので、ぜひこの機会にご応募いただけたらなと思います。ホームステイと聞くと若い学生さんのイメージが強いんですけれども、こちらは家族ファミリー単位で参加するということで、世代を超えて長続きするということなんですよね。閉会式で打ち解けた皆さんの表情が本当に印象的でした。来年のサミットなんですが、アメリカサンフランシスコで開かれるということです。参加を検討したいという方は国際草の根交流センターのホームページをご覧ください。随時情報が更新されるそうです。さあ続いては2つ目の特集です。県では家庭から出る使用済み天ぷら油を回収して、二酸化炭素の削減効果の高い燃料などにして利活用するための実証事業を7月1日から始めました。今日はこの取り組みにつきまして、担当する県成長産業推進課の中島さんにお聞きします。中島さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、まずこの実証事業なんですが、どういった経緯から始まったのかご説明ください。はい、県ではこれまで捨てられていたものをゴミではなく資源と捉えて循環させることで、環境負荷の低減と経済成長の両方を実現する経済システム、これをサーキュラーエコノミーとか、はい、循環型経済と言われるんですけれども、はい、その実現に向けて取り組んでいます。はい、昨年10月には地域で未利用になっている資源を整理して、今後の取り組み方針をまとめた和歌山資源自立経済ビジョンを策定しました。はい、このビジョンの実現に向けた取り組みの第1弾として、今は家庭であの天ぷら油を揚げ物された後にですね、出てくる天ぷら油を回収して利活用する仕組みの構築を目指しています。はい、実は去年この番組で10月に和歌山県のサーキュラーエコノミーに関する取り組みを取り上げました。その時は使用済み天ぷら油の回収を検討しているというお話でしたので、いよいよ始まったということなんですね。その回収の様子を今映像でご覧いただいております。この実証事業を具体的にはどのように進められているのかご説明いただけますか。まずあの油の回収にご協力いただける消費者の方にはモニターとして登録をしていただきます。油の回収方法についてはモニター登録いただいた方に専用のボトルを無料でお渡ししますので、そのボトルに使い終わった油を入れて回収拠点に持参いただきます。はい、ボトルの配布場所と油の持参場所ですが、回収拠点を和歌山、海南、有田の3市内に、スーパーや資源リサイクルセンターなどにですね、36箇所設けています。こちらで、空ボトルを受け取ってもらったり、ボトルに油を入れてまた回収拠点に持参をしていただくという流れになっています。なるほど。今のところどれくらいの県民の方が協力しているんですか。はい、7月26日、今日現在で約1430人の方にモニター登録をしていただいています。ちなみに県庁にも回収拠点を設置しているんですけれども、はい、
7月1日から回収を開始して、はい、今日までで約56本、量に換算すると40リットルの油が集まっています、はい、で今日はこちらに実際油が入ったボトルを持ってきました、はい、でこのボトルは、最大で約800ミリリットルの油を入れていただけますが、少量で持参をいただいても構いません、はいはい、でそれからこのボトル入れ口が大きいので上後なんかを使用せずに油を十分に冷ました後は鍋から直接注いでいただけます。入れやすいですね、はい、で、まあ、天かすは大きいものだけ取り除いていただければ多少入っていても問題ありません、はい、2、3回使ってちょっと黒くなった、はい、大丈夫です。汚れた油でも回収できますので大丈夫、はい、ということはお聞きしてますとモニターとして参加するのはそうハードルは高くないですね。そうですね、実際にご協力いただいた方からは、これまで油の処理ってすごい面倒だったけど、ボトルに入れて買い物ついでに持っていくだけだから簡単だし、はい、それからまあ環境にいいことをできてるっていうので嬉しいというようなお声をいただいています。はい、そしてこの専用ボトルには天ぷら油で飛行機を飛ばそうというふうに、ね、書いてまして、飛行機に乗ったキーちゃんのイラストが、ね、描かれてるんですよね。はい、まあ、天ぷら油で、飛行機の燃料を作るっていう技術はすでに確立されています、天ぷら油などを原料として作られる航空燃料は持続可能な航空燃料 SAF と呼ばれており、従来の石油由来の燃料と比べて約 80% 程度の二酸化炭素排出量を削減できるため、非常に環境に優しいエネルギーとして注目されています、はい、そして少し先にはなるんですけれども、有田市のエネオス和歌山製造所が日本有数の SAF 製造拠点となることを目指して現在事業化に向けた計画が進められています。はい、まあ、飛行機の燃料になるのは少し先だというお話なんですけれども、今回集められた油はどんなふうにしてこれから利活用されるんですか。はい、回収拠点に集まった油は、はい、県と連携協定を締結する上田油脂株式会社さんが定期回収に回ってくれます、はい、回収した油は上田油脂さんが自社で軽油の代わりになる燃料バイオディーゼルを精製して、上田油脂さんが油を回収する際に利用するトラックの燃料として使用したり、来年開かれる大阪・関西万博の建設現場の建設機械などに使用される予定です。なるほど、まあ、こんな風にしていろんな分離をしながらとか、またろ過しながら生まれていくと、はい、SAF が生まれていくことになるんですね、はい。モニターになれば環境に優しい取り組みに貢献できるということですよね。さあ、現在も募集中というモニター登録についてお伝えいたしましょう。モニターの対象は和歌山市、海南市、有田市内に設置されている回収拠点に使用済み天ぷら油を持参できる方です。この3つの市に住んでいないという方も登録可能です。モニター登録のウェブフォームに必要事項を入力して登録してください。今画面に出ています二次元コードをスマートフォンなどで読み取っていただきますと簡単にアクセスすることができます。中島さんのお話にありましたように、モニターとして登録した方にはそれぞれの回収拠点で専用ボトルが無料で配布されています。モニター登録や回収拠点の詳細な情報は県成長産業推進課のホームページで確認してください。電話は 073-441-2355 番、ファックスは 073-432-0180 番までお問い合わせください。さあ、中島さん、では最後に県民の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、この取り組みは消費者の皆さんの協力があってこそ成り立つものです、県としては天ぷら油のリサイクルが当たり前の習慣となるように皆さんと一緒にこの取り組みを推進していければと思いますので、天ぷら油をゴミとして捨ててしまっている方はぜひご協力をお願いします。それからすでにご協力をいただいている方におかれましては、ご近所の方ですとかご友人にこの取り組みについてお伝えいただいて、取り組みの輪を広げていただけると大変ありがたく思います。
はい、もう本当にね、皆さんで多くの方が油を捨てるんじゃなくてね、こうやって回収して、役立てていただければと思います。今日は県成長産業推進課の中島さんに7月から始まりました使用済み天ぷら油の回収実証事業についてお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは最後にもう一つのマンスリーピックアップです。和歌山、奈良、三重の3県の知事が広域的な課題について意見を交わす紀伊半島知事会議が今月16日北山村で開かれました。北山村立村民会館で行われた紀伊半島知事会議には、和歌山、奈良、三重の知事をはじめ、開催地の北山村を含めた周辺8市町村の長も出席しました。冒頭、総務大臣や岩手県知事を務めた日本郵政の増田博也社長が、人口減少といかに向き合うかと題して講演し、自然減と社会減の抑制策や縮小社会への適応策などについて紹介しました。続いて各知事が人口減少が進む中での広域連携・広域行政の取り組みについて紹介し、岸本知事は県内に7つある振興局の予算を増額し、市町村を支援していると述べました。出席した自治体の長も人口減少の現状や課題について報告し、このうち新宮市の田岡道俊市長は、市の人口が近年年間およそ500人ペースで減少し、昨年度の出生数が120人程度だったことに危機感を募らせながら、今後地域が協力して広域連携・広域行政に取り組むことは不可欠と述べました。会議の座長を務めた岸本知事は、共通課題の解決に向けて今回の議論を整理し深めていきたいと話していました。さて、梅雨が明けまして毎日本当に暑い日が続いています。こうなると怖いのが熱中症ですね。県では高齢者や乳幼児、障害のある人、糖尿病や心臓病、精神疾患など持病のある方、二日酔いや寝不足など体調の悪い人などは特に熱中症に警戒が必要として注意を呼びかけています。熱中症が起こりやすい条件として、気温や湿度が高い、風が弱い、日差しが強い、急に暑くなった、激しい運動や慣れない運動をした、長時間野外で活動をした、エアコンのない部屋などが挙げられます。熱中症を防ぐためのポイントとしては、次のようなことに気をつけてください。室温に注意し暑さを避けましょう。エアコンを設定した温度にならないということもありますので、温度を、ね、本当に管理してください。そして外出するときは直射日光を避けましょう。こまめに水分を補給しましょう。喉が渇いてなくても水分を補給するようにしてください。そして気温や気候には注意しましょう。こうしたことが気をつけるポイントとして挙げられます。環境省が暑さ指数や熱中症警戒アラート、また今年4月からは広域的に過去に例のない危険な暑さとなって、人の健康に重大な被害が生じる恐れがあるときに、熱中症特別警戒アラートとして情報を提供しています。環境省熱中症予防サイトで確認できます。ぜひご利用ください。さあ、マンスリー県政ニュースワイド、次回の放送は8月30日金曜日です。ぜひご覧ください。それではこの辺で。